シートベルトランプ、うん、助手席もつかない、助手席もつかないですね。ステッパーゴン、これでもあのここのセンサー抜いてるんちゃいます、抜いてないの、シートベルトのこのランプ、あの線つけへんように、もともとつけへんかった、ついとって、ああ。もともとついとったんやったらあかんね、なんかね、ほんで課金の時だよ、うん、若い子なんかよくわからんかったけど、その何ていうの、あのついてなかった、うわついてへんわと思ってんけど、ギリギリわからんと通ったんですよ、なんかだからここあれしたんちゃいますか、戻ってないじゃん、一応これはついてるもんな、こいつだと買えなかったからね、だいぶ奥やな、もうちょっと奥にする、これ外されへんやつかな、一回外そうか、ここでつけへんかったらあかんねんじゃん、今上がってる状態もね、うん、これいつが下がってこれの運動で多分シートベルトがつくよね、玉が切れてるだけだから、玉中のシートベルトのこの、あでも LED やねこれ、多分ちゃうのかな、ここだけ切れます、 LED やね、ちゃうのかな、普通の玉なんかな、それだけ切れるんですか、あ、1個ずつついてるんですか、あ、そっかそっか、1個ずつついてる、うん、一番端っこやね、うん、一番端なんですか、うん、中じゃん、メーターの玉が切れてる、ここまで来たら可能性あるよね、うん、ここでだいたいこうなんかこれがスイッチになってるから、これでいけるはずなんだ、うん、で、こいつが押されるからそいつが下がって、こいつが一緒に下がって、消えて、でまたついてでしょ。多分ランプが鬱陶しいや。ピピ鳴るの鬱陶しい。そうそう、だから外せる人が、その前に貸した人で、要外す人いてるんですよ。よいしょ。カップラーがね外れてました。よいしょ。だからこれでこいつが下がったら消えるね、これね、行くでしょ、よっしゃ、いやこれカップラー抜いて抵抗測ろうかな思ったけど、抜いた瞬間に何かおるんですよこれであれやな思って、よっしゃ、こんな感じです。